佐賀新聞電子版の登録方法をご紹介します。まずは佐賀新聞アカウント登録をタップします。メールアドレスを入力します。確認のためもう一度同じメールアドレスを入力します。次へをタップします。入力したメールアドレス宛に新規登録用 URL のお知らせが届きます。メールが届かない場合は入力したメールアドレスが正しいかどうか、または迷惑メールに入っていないかなどを確認してください。メールを確認します。メール内のリンクをタップします。項目に沿って情報を入力します。パスワードは半角文字で入力してください。6文字以上で英語と数字を混ぜてください。電子版のご利用には ID とパスワードが必要になります。ID は先ほど入力したメールアドレスです。佐賀新聞社利用規約を確認してください。同意するにチェックを入れたら、入力確認をタップします。入力内容を確認してください。問題がなければ、送信をタップします。ここまでで佐賀新聞アカウントの取得が完了しました。もう一息です。引き続き電子版登録ページへをタップします。先ほど設定したパスワードを入力し、次へをタップします。利用申し込みをタップします。電子版のコースとお支払い方法を選択します。氏名をご購読の方はダブルコースを選択してください。現在のお支払い方法から変更しない場合は、販売店集金または口座振替コースを選択してください。新聞契約者名を入力し、次へをタップします。申し込み内容を確認します。私はロボットではありませんをタップして、その先の指示に従ってください。私はロボットではありませんとは、この登録作業をコンピューターではなく人間の手によって行われたことを判断するためのテストです。終了後、確定をタップします。登録が完了しました。お疲れ様でした。早速、ID とパスワードを入力して電子版を使ってみましょう。